入れ行く。入れ行くん。待った。ううん、早めに来たの。あやらのどんくさい尾行なんて待ち合わせ場所に着いた時から分かってたよ。そのワンピース君に似合ってるね。本当？嬉しい。あの大きさなことは。行こうか。せんか。そうですね、じいさん。わしもじゃった。私ね、中学の時から入江くんに興味があったんだ。隣に天才テニスプレーヤーがいるって聞いて。しかもハンサムだし成績はいいし、お父様は東大出身の社長さんなんでしょ。てっきり外部受験すると思ってた。でも都南に進学するって聞いて嬉しかったな。運命感じちゃった。そう。ねえ、入江くんの好きな女の子のタイプってどんな人？タイプ？うん、そうだな、美人でグラマーで、うん、頭のいい子がいいな。あと料理上手っていうのも絶対だね。あやら、お前にもきっといいところがある。いいです、無理に励まさないでください。わかった。そうなんだ。ねえ、私たちってとってもいいカップルなんじゃないかしら。かもね。これとこれどっちがいいかしら。これ君なら着こなせると思うよ。デジでも嬉しい。今欲しい靴があって、白にする。危ない。大丈夫？ありがとう。よかった、怪我なくて。ちょっとうちの事務所まで来てもらっていろいろ相談しようかな。え、さあ行こうか。1500円で十分だ。てめえ舐め腐って。これ怖いね。
藤さん、あとはお願いしますよ。俺らを一日中追いかけ回したんだ。せいぜいいいところ見せて松本を振り向かせてくださいよ。悪い、今日はこの辺で。ここまで来れば大丈夫だろう。入江君、もしかして私たちがつけてたの気づいてた？お前らのどんくさい尾行なんて待ち合わせ場所に着いた時から分かってたよ。じゃあ須藤先輩が松本さんのこと好きなことも？昨日までお前と須藤さんが本当にできてると思ってたけどな。でも二人で尾行してきた時点で分かったよ。そう思うとお前らの反応がおかしくって。ごめんなさい。私、入江君が松本さんとデートするって聞いて、いても立ってもいられなくて、それで、もし入江君が松本さんのこと好きなら、私とんでもない邪魔しちゃったなって思って。どっか行く？え？そう、じゃあ俺帰るわ。行く！行く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 。一回言えばわかるよ。どこ行く？映画館は見たから。じゃあお買い物して、その後おしゃれなレストランで夕食を食べて。その格好で？そうだよね、入江君こんな格好じゃ恥ずかしいよね。来いよ。また入江君にからかわれちゃったのかな。その格好じゃレストラン無理だろ。夕飯このハンバーガーには勝てない。この前まで大変なことってなかったんだ。
だけど高3の時お前にラブレターをもらってからというものほとんど毎日が大変とイライラの連続。思うにお前は俺に与えられた試練なのかもしれない。試練？俺初めて与えられた試練に慌てちまって必死に逃げようとしてたんだ。何よ人を疫病神みたいに。だけど何の苦労もない人生よりあえて試練に立ち向かった方が面白いっていう風に思えた。ありがとう。ありがとう。え？わかんないならいいよ。それくらいわかるわよ。バカにしないでよね。つまり私から逃げようって思ってたけど、それで思い直して。バーカ、どうしてそこまで飛躍するんだ。だよね。俺は前と同じ家にいても嫌じゃないって言ってるんだ。私のこと嫌いじゃないってこと？苦手だけど嫌いじゃないよ。服だけじゃなくて顔もひどいことになるぞ。